アメリカ合衆国の元モデルであり、プロレスラー。カリフォルニア州知の出身。プロレスラーとしてのキャリアにおいて、アリエル、サリーナスのリングネームで知られる。プロレスラーになる以前は、モデルとして活動していた。インディーズムービーに出演していた際に、プロレスの関係者と出会い、プロレスラーに転身することを決意。2年半、レスリングスクールでトレーニングを続け、2000年に、 デザイアのリングネームでプロレスラーデビューを果たした。RPW や UF、アプエなどの南カリフォルニア地区を拠点とする団体に参戦。2002年には U にてメルセデス・マルチネスと構想している。2005年4月、WWE とディベロップメント契約を結び入団。7月より参加団体のオーベにてシェリーのリングネームで活動。エロティックギミックで ベスフェニックスと共に、アーロン・スティーブンスのマネージャーとなって活動し、アレクシス・レイリーと構想を展開した。2007年、アリエル時代2006年2月より、WWE に昇格し、スマックダウンにて、ポール・バーチルのマネージャーとして登場するが目立った。活躍ができずに6月に、オーベに降格となった。しかし同年には、第3の、 ブランド番組である ECW が新設されたことにより、再び昇格するチャンスをつかみ、7月より ECW、似てタロット占い師ギミック、アリエルのリングネームで登場。吸血鬼ギミックのケビン・ソーンのマネージャーとなり、ゴシックファッションのいでたちで、入場途中にソーンとキスを交わし、リングに上がってからロープに、川掘りのようにぶら下がり、リング内に入ってからは、 ソーンと抱き合う過激なパフォーマンスを恒例としていた。主に、ソーンのマネージメントを中心としていたが、時折、ディーバとしても試合に出場し、フランシーンや、ケリー・ケリーなどとキャットファイトを展開することが多かった。12月3日の PPV である、ディセンバー2ディスメンバー2006では、ソーンとタッグを組み、ケリー・ケリーマイク・ノックスとのミックスドマッチを行い勝利している。 2007年、ソーンがユニットである、ニューブリードのメンバー入りをしたことによりアリエルも、マネージャーとして参加。E.C.W. オリジナルズとの構想において、レッスルマニア23での試合で負けたことから直後に、ソーンとニューブリードから離脱。アリエルはそのままで番がなくなり5月18日に、WWE から解雇を宣告された。WWE 解雇後、10月にティネの p PV。 バウンド・フォー・グローリー2007のノックアウトがトレント・バトル・ロイヤルに出場。優勝はできなかったもののティネと契約を結び入団。マスクをかぶり、ラックスの謎のメンバーとして活動。2008年1月、PPV であるフィナール・レゾリューション2008にて、クリスティ・ヘミからマスクを剥がされ、素顔を露出。後に、番組のティネ・インパクトでホミサイドとヘルナンデスからサリーナスという名前を、 与えられ、正式にラックスの一員として活動するようになり、各月 PPV でのノックアウトバトルロイヤル出場や、ジャッキー・ムーアとの構想などで番が多かったものの、7月29日のオーサム・コングとの試合を最後に、ティネから解雇宣告された。ティネ解雇後、メキシコの団体、CMLL のユニットであるペロス・デル・マールのマネージャーとして断続的に活動。2011年には、 フルスのオベにてバックステージで観戦し、復帰を希望していたが実現しなかった。2012年にはフルスの RPW の6ウェマッチにて久々に試合を行い、JCW ではアンバー・オニールと対戦して勝利した。ありがとうございます。